始まりましたブックマちゃん。どうも、アクニャンです。どうも、中根すらまです。この番組は本について好き勝手おしゃべりしちゃう番組です。お願いします。今回ご紹介するのはこちら。はい、今回ご紹介するのはこちら。紹介するのはこちら。集英社から伊坂幸太郎の逆ソクラテスです。伊坂幸太郎だ。知ってます？伊坂幸太郎。いや、知ってますよ、もちろん。で、今回ご紹介したのはこの短編5集。あ、短編なんだ。そう、5つの短編が入っていて、はい、あ、すいません、撮影中の今間違えました、申し訳ございません。30分遅刻しました。待ってましたよ、長谷さん。すいません、ありがとうございます。で、わしらもピンポンってなった瞬間すぐ用意して。今回ご紹介する本はこちら、集英社から伊坂幸太郎の。せーの、始まりました、ブックマちゃん。そんな感じで待ってました。すいません、はい、ありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。始まりました、ブックマちゃん。どうも、アクニャンです。どうも、みんなこれまるまるメガネです。どうも、中根すらまです。この番組は本について好き勝手おしゃべりしちゃう番組です。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。あ、深深と、深深と、いつもより深深と。何があったかはツイッターをご覧くださいということで、今回ご紹介する本はこちらです。集英社から伊坂幸太郎で逆ソクラテスです。これ見てもらうと分かるんですけど、小学生が主人公なんですよ。これ短編5集なんですよ。逆ソクラテス、スローではない、非オプティマス、アンスポーツマンライク、逆ワシントン。これ共通点分かります？この5個の否定的。正解。そう、実は全部否定形になってるんですよ。スローではないとか、逆とか、非とか、アンとか。この帯にも書いてるんですけど、先入観とか、なんか当たり前だと思ってることをひっくり返そうみたいな。小学生の頃ってさ、もう転校生がすごい美化されてたりするじゃん。あ、はいはいはい、そうだね。とか、なんか、あの子片親なんだよみたいな、片親？片親？みたいな感じになったりとか、先生の言うことを聞かない子がいて、その子に対してなんか、ね、注意しようよみたいな、やめとけよみたいな感じとか、ちょっと小学生に寄った世界観だから、そこがね、もうめちゃくちゃ可愛らしいんですよ。いいな、それ。タイトルにもなってる逆ソクラテスで言うと、先生がちょっと女の子っぽい子がいて、その子をちょっとなんかバカにしちゃってみたいな、先生が。そう、先生が。そうするとこうクラスの子もなんかバカにし始めちゃうみたいな感じなわけですよ。それをなんかやめさせたいみたいな感じで、主人公と、まあ、3人ぐらいの子たちがなんかやめさせるためにどうしたらいいかみたいな作戦会議をしてくみたいな。うわ、いいな、かわいい。そう、めっちゃかわいいんだよ、それが。そもそもね、こうなんでソクラテスかっていうと、ソクラテスってなんか無知の知みたいな、私は何でも知らないってことは知ってますみたいなことを言う人なの。ほー、哲学的なんだけど。でもこの先生逆で、なんか何でも知ってると思っちゃってるから、なんかあの人はダメなんだみたいな、逆ソクラテスだからソクラテスにしなきゃみたいな感じの話なのね。はあ、そういうことか。実際にはその子が頭良くないから、みんなでカンニングさせたりとかして点数を上げようとかもいろいろやるわけよ。そういう感じで大人が持ってる先入観を壊していくみたいな感じの話が結構詰まってる。だから最終的に結構ね、ほっこりするんですよ。なんか頑張れみたいな気持ちになる。子供だけで完結してなくて、物語の後半に行くと、当時どう思ってたかみたいな、大人になってから振り返るみたいなシーンが結構ある。同窓会っぽいのもあるし、普通になんか高校になっても仲良くてみたいな。ああ、そういうことね。その後みたいな、なんかあの時俺ら結構、いいな、そういうのめっちゃ好き。それがなんかもうめちゃくちゃエモいの。うわー、エモそう。当時の先生とかに会いに行ったりとかするの。そうすると先生がなんかこういう思いで実際言ってたんだよとか、実は先生はいろいろ考えてたんだよとか聞いて、はぁみたいな感じだったりとか、しかもそれをね、5回味わえるっていうのがめちゃくちゃ良くて。短編だからか。そう、小学校の頃とかのこと今思い出すと本当におかしくないですか？え、そうそうそう、そういうのあるよね。なんか私すごい覚えてるのが、女子トイレに花子さんが出るって言って、みんなで見に行くじゃん、そしたらなんか換気扇がなんかおかっぱの形みたいになってて、それが影で見えるんですよ。でそれがみんな換気扇だと分かってるのに、なんかそういう形してるからもうすごい怖くて、もうわーって逃げまくるとか。え、小学生クオリティ。え、わしも話していい？小学生クオリティの。なんか走り高跳び用のさ、こうで分厚いマットあるじゃん。あ、あそこにみんなで挟、なんか下敷きになるみたいな遊びしてたの。しかもその時にこうやって挟まれるの、みんな分かる？ちょっと足上げるんだ。そう、足を上げた状態で挟まれるみたいで、それでみんなでこう弾き返すわけ、足でバーンってマット。あ、楽しい。そしたらそのマットの上に乗ってた子が思いっきりぶつかっちゃって、なんかドアがへこむの。それを先生に言うか言わないかでめちゃくちゃ回避するっていう。
話せなかったことにしようとかいろいろ考えてていい青春してるね。メガネちゃんの番ですけど次。え、なんかなんで人工芝生生えてんだろうしか思ってなかった。なんかずっと疑問に思ってたのが、うん、運動場の目の前になんか人工芝生と人工芝生じゃないところがあったんですよ、はいはいはい、この差って何なんだろうってずっと考えてた。それしか考えてなかったから、なんかそれしか考えてなかった。あんま思い出ない、思い出がない。逆にこれ読んだら思い出せるかも。なんか本当に、あ、やめよう、言えないやん。ええもう急に。どんな小学生生活を。部活とかやってた人いる？小学校サイエンス部だった。じゃあちょっと一回、一回私一回黙る。さやまちゃんが部活入ってたらこっちの話の方が多分。そうね、もう黙るわ。え、でも私もなんか囲碁将棋100人一緒でした。なんでそこ一緒にしたの？違うの、囲碁将棋部は一緒なの分かるじゃん、まず。うん、100人一首がめっちゃ好きな先生がいて、うん、その人が無理やりねじ込んでそこに100人一首で、私が100人一首めっちゃハマっちゃって、うん、もうなんか地区の大会に出てもう3位とかになっちゃうぐらいハマって。スワマフル、スワマフル、ね、スワマフル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 。このね、うん、中で出てくるのはミニバスケット部の話なのね。かわいい。小学校の時の部活って、うん、そっからプロ目指す人ってほぼいないじゃん。いない。で、これをどうするかみたいな、なんかあいつ中学校行ったら辞めちゃったらしいよみたいな、なんで辞めたの、あいつバスケ上手かったじゃんみたいな話とか、なんか俺は勉強するためにもう部活辞めちゃったとか、でもあとプロ目指すためにやってるみたいな、このそれぞれのちょっと別れ出す瞬間みたいなあるじゃん、中高って。でそこがね、もうめちゃくちゃエモーションに描かれてて、でさらにそれぞれがまた大人になって当時の体育館に集合するの。あ、それずるいね。これがめちゃくちゃ現代だなと思ったのが、YouTuber になってる人がいるの、その中の人、バスケ系 YouTuber になってる人がいて、やばー、リアル。もう子供たちに人気みたいな感じのがあって、YouTuber 普通に今出てくるんだと思って。子供が語り手になると年齢ゆえに使える言葉や表現が減ってしまいますっていうので、結構試行錯誤しながら書かれたということがちょっと書いてあったので、坂幸太郎史上最高の読後感っていう。読後感って何？なんか読んだ後もちょっとなんか引っ張っちゃうというか、まあ、ここで言うと多分幸福感みたいな、うん、ほっこり感みたいなのがもう3日ぐらい持続するの。で当時のこと思い出してエモくなったりとか、うん、自分に置き換えたりとか、うん、本当にまさに読後感を味わえる本だと思うので、ぜひチェックしてみてください、はい、ということで今回は集英社から伊坂幸太郎の逆ソクラテスを紹介しました。こんな本読んだよっていう感想や、あとはこの動画の感想もぜひこちらのコメント欄に送ってください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ブックマちゃんでは公式ツイッターもございます。ぜひそちらの方もチェック、リツイート、フォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。すみませんでした。極端じゃない、人工芝の話と言えない話って。極端だけど大丈夫。なんでそもそもマットの下に挟まってたんだお前らみたいな。しかもそのマットも別に普通に挟まればいいのにこうやって挟まってるからみたいな。こうやってやってるからね。